皆さんこんにちは、やこのみらいです。やっほー、さくらです。高田しゆかです。つるるーん、イエーイ。本日はもかさんがいないんですけど、そう、寂しいんですけど、今回の企画はせーの、グレイル春コーデリレー。ちょっと待って、簡単グレイル春コーデリレ ー、グレイル春コーデリレー。イエーイ、大好きグレイルさんね。グレイルさんはね、嬉しい。嬉しいよね、めっちゃ便利だよね。どうした？どうした？最近さ、うちめっちゃハマってたの、グレイルさん。まあ、そうなんだ。だからめっちゃ嬉しいと思う、企画。はい。そして進行役がいません。進行役がいないんですよ。いつもね、いつも止めてくれるモカがいないので、めっちゃ微妙な雰囲気になってたよね、今。なんですけど、まあ、グレイルさんのね、アイテムを使って、まあ、一人ずつコーデを組んでいくんですけど、まあ、ただコーデを組むだけじゃなくて、で、まあ、順番が私、はい、私、未来っていう風になるんですけど、うん、やっぱ企画名がリレーって書いてあるじゃないですか、うんうん、だから私の組んだコーデの何かの一つのアイテムを使ってゆかがコーデを組みます。はいはい、で次にゆかのコーデの何かしら一つのアイテムを使って未来がコーデを組みます。はい、って感じでーす。でもね、めっちゃ分かりやすいよ。そういうことは。ちょっと、もか助けて。一つずつのアイテムを引用していくということですね。そう、はい、という感じで、もう私たち実際にコーデを組んでるので、はい、着替えるところからやっていきたいと思います。はい、せーの、レッツゴー。はい、ということで着替えました。かわいい。めっちゃかわいい。てかね、サクティンっぽい思ったんだけど、ほんと普段これがっぽい。もう普通にね、これっぽいと思う。もうね、こういうのいっぱい持ってる。グレイルさんでも似たの買ったことあるのよ。でも、なんかちょっと、あの普段着ないちょっと大人ガーリーめみたいな感じですね。で、まずこちらの、まあ、カーディガン、ニットカーディガンなんですけど、うん、まあ、ブルーに最近ハマってるのっていうのもあって、うん、あと、春夏の、あのトレンドカラーがアイスブルーが決まるんですよ。だよね、知ってました。ねそう、アイスブルーって書いてたので、あ、ちょっとトレンドのカラー取り入れようと思って、うん、ブルーの選びました。かわいい。これ開けても使えるから、そう、着回しとか。あ、かわいいね、絶対。ツーウェイの着方。ツーウェイ、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 ツーウェイの着回しできる。最近ちょっと、あ、流行りのね、うん、あ、流行りだよね。流行りだよね。流行りだよね。で、こちらのレザーのショートパンツですね、うん、これは何に関しても着れるなって思ったんですよ。ストリートの服でもガーリーの服でも何にでも着れるので、うん、持っててそうはないかなと思って買いました。はい。で、あとは靴ですね。靴ブーツちょっと厚底になってて、うん、やっぱちょっと低身長っていうのがコンプレックスなので、やっぱ厚底でちょっと盛らせていただいてっていう感じです。かわいい。かわいいです。 あと忘れないで、この忘れないでこのね、アクセサリーめっちゃ可愛くないこれ、うん、見て、ゴールドとパール、可愛い。ちょっとシルバーなんだね、パールは。まあね、普通だよね。ですよ。だからなんかこういうちょっとアクセサリーで、まあ、ワンポイント大人っぽいのをつけたら、うん、より大人っぽさ出るかなと思って、アクセサリーまでこだわりました。可愛い。可愛いね。はい、ということで、はい、ゆかはこの何を着回すのかな。あのさ、台本みたいに台本一切ないから。台本ないんだけど。ゆかにはちょっとね、はい、ゆかにはこちらのブーツを、はい、思います。じゃあ私はこのブーツを使ってコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、というわけで着替えてきました。めっちゃ可愛い。これゆかっぽいよ。本当に、うん、久しぶりにこういうの着たかもしれない、ね、うん、なんか韓国っぽいね。お姉さんのシャクティンからもらったこのブーツでコーデを組んでみたんですけど、まあ、これでも流行ってるよね、今、うん、流行ってるね。そう、キャミにカーディガン合わせる、うん、トップスと、あとチェックのプリーツスカートとこの四角いカバンを合わせました。結構色合いめっちゃ可愛くない？変わる。なんかラテ、ね、ラテ女子って感じ。そうラテ女子、ラテ女子ラテ女子、ラテ女子俺、俺、流行りの街に俺がいますよ。で、流行りって言えばいいと思われる。流行りなんだよ。本当なんだよ。ラテ女子、うん、私ラテ女子で今日コーデ。可愛いね、モテそう。モテそう、可愛い。カフェいそう。カフェ、あ、わかる。おしゃれのカフェ。これが可愛いね、このボヨンボヨンね。
なんかカーディガンっぽくないんだよね、後ろとかもあんまり。本当だ、なんかちょっとさ、ふわっとしてるよね。こことかもちょっと違う、普通より。本当だ、そう、かわいいでね、こういうコーデにしてみました。めっちゃかわいいわ。やってます。かわいい、ありがとうございます。これから似合うわ。ということで、はい、何にくれるのかな、はい、私に。でで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 、じゃん、こちらでーす。これか。あ、そう、これか。このトップスを未来に引き渡したいと思います。似合うかな。どんな感じなのよ。普段の系統じゃないからね。確かに、ね、全然違う、うん、パーカーが多いからね、うん、今日もだし、パーカーだしね、今日も。今日もおだしって。今日もおだし。今日もおだし。今日もおだし。じゃあこれ渡して未来に着替えてもらいたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、キラマさん、どうも。かわいい。かわいいよ。なんかちょっと前の未来みたいな感じ、うん、え、マジわかる。ね、一回この系統にハマったんだよね。うん、こういう系統の未来だったね。猫のやつよね、なんかガーリー系にハマってたんだよ。うん、まず、ゆかからこれをもらいました。はい、はい、春ということで、まだちょっと肌寒いじゃない、うん、そうね。そう、だから、まあ、サクティンはレザーだけど、まあ、あえてこの生地、なんていうかわかんないけど、普通の、普通の、あ、なんかちょっとベロっぽい感じ、ね、そうそうそう、ベロアの生地にして、はい、まあ、今流行りのロングブーツを取り入れました、うん、で、この大きいのカバンもあったんだけど、このワンサイズの、うん、あのこれがね、シンプルで可愛かったので、可愛いね。ちょっとラテ女子も入れながら、あ、ラテ床女子も入れながら、ちょっと黒のね、着崩して可愛い感じにしました。うん、え、なんかあの同じプリーツスカートだけどさ、うん、全然雰囲気違うね。違うね、うんうん。まあ、これもね、ふわってしてね、ちょっとね、これとちょっと変わってるね。もうゆかのめっちゃ変わってるね。なんかね、可愛いと思いました。いいじゃん、そういう系統もね、ちょっと目指していこうかなと思っています。はい、可愛い、はい、みんな違った雰囲気でいいね、可愛い、はい、はい、ということで、もう一周しましょう。そうだね、うん、もう一周しよう、もう一周、うん、ということで、私がサクティンにこの中からね、一つプレゼントしたいと思うんですけど、はい、どれにしろ、どれにしようかな。はい、私がですね、サクティンにプレゼントしたいのがこちらです。プリーツスカート、イエーイ、よかった。これこちらでね、うん、サクティンがコーデをしてくれるということで、はい、これから着替えていきたいと思います。はいはい、はい、ということで着替えました。はい、かわいい、あの、かわいい、ね、上はね、私服使ったんですけど、うん、あのこういうちょっとオーバーサイズのパーカーにこういうプリーツスカート合わせるの普通にプライベートから好きな着方なので、うんうん、いい、それにしました。まぁ、あ、ちょっと見える感じがいいですよね。かわいい、なんかさ、うん、あれみたい、学生っぽい。あ、確かに、ね、制服風ね、これ学生の子とかも結構真似しやすそうな服装です。で、ロングブーツ、グレールさんのね、使いました、うん、感じかな、なんかカジュアルストリートみたいな。あ、確かに、カジュアルストリートみたいな感じです。はい、かわいいね。え、このコーデうちめっちゃ好きだわね。だからサクティンね、普段からこういう系統だからね、うん、いい感じ、ね、見慣れてる感じだよね、わかる、プライベートでもちょっとこの着方したいと思います、うんうん、はい、で続いてゆかにアイテムを出すんですけど、はい、そうやねー。なんと、なんとアクセでーす。アクセは、そこね、うん、みんなね、ちょっと忘れてたけど、私のこの髪の後ろにアクセあるんですよ。このめっちゃ可愛い、大事のね、ペース、ペース、いや、ペース。私、開けるところから始まります。ペース開けるところ、え、でもピアスなの、え、どうする、ピアス開けるところから始まる。え、ちょっと待って、そこは予定外。せーの、はい、はい、え、もう大丈夫、大丈夫、はい、いける。はい、というわけで着替えました。はい、てかもうね、さっきの服装からアクセサリーをね、つけただけなんですけど、はい、かわいいね、これ。え、これめっちゃかわいくない？めっちゃかわいい。いいよね。そう、この上の服は私服で今日着てきたやつで、さっき着てたプリーツスカートとブーツとアクセサリーを合わせました、うん、いい感じ、ちょっと大人っぽい、大人っぽい、マジで大人っぽい。なんかこれと合ってるね、シルバーがね、ネックレスと。確かに、かわいい。アクセサリーつくだけで結構違うよね。全然雰囲気違うね、取れたけど。あら、取れた。取れちゃった。はい、もう一回つけますね。いける？あ、はい、できてる。
いね、なんか上品な感じになりますね、うん、ね、うん、形が、はい、はい、というわけでですね、この中から最後にね、うん、横田先生にプレゼントを渡したいと思うんですけど、はい、何する、何にしようかね、何がいいかな、何にしようかな、何がいいかな、でも多分一択なんだよね、これなんですよプリーツスカート、はい、このスカートを未来に渡したいと思います、うん、はい、というわけで最後ですね、はい、はい、じゃあ未来ちゃん、はい、お願いしますちょっと待って待ってストップこれどっかで見たコーデだな最初に見たよね、なんか最初見たコーデになっちゃったんですけど、うん、何、え、何、何じゃない、こちらの顔ガチかガチか、私が着てたんですよね、このコーデ丸ごと、確かに全くだけ違うそうなんす。そうなんす。とリレーしたら、うん、そうなんすね。一緒になっちゃったっていうね。うまあ、でも3人だから、それはあるかもね。ちょっと難しかったね。うん、まあみんな、うん、難しかったの本当に。え、でもさ、アイテム数があれだけ、うん、あれだけ少なくて、そう確かにこんなにコーデ組めるから、うん、結構すごいことだと思う。結局ね、うん、確かにすごい。うん、結局すごいのよ。ブレイルってすごい、すごい。楽しいね。そう。なんかモカとかも一緒にアイテム数もっと増やして楽しめたらいいんだよね。ということで、せーの、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。